ガリー・バレンシアーノは、フィリピンの歌手、俳優、ダンサー。ニックネームは、ゲイリー・ V。またコンサートなどで見せるエネルギーあふれる、ダンスパフォーマンスから、ミスター・ピュア、エネルギーとも称される。1964年8月6日、マニラシ・サンタ・メサ地区で、フィリピン人の父親とプエルトリコ系の母親との、間に生まれる。歌手のアンジェリー・パンジリアンと結婚し、 三人の子供はいずれも音楽関係の仕事についている。若年性の糖尿病を抱えている。1997年によりユニセフ親善大使。1978年にローカル CM で初めてテレビ出演し、1983年より歌手としての活動を本格的に開始した。これまで26枚のアルバムを発表し、プラチナリスク5枚。 ダブルプラチナ4枚、トリプルプラチナ3枚と、セクセタプルプラチナ2枚の認定を受けるなど、大きなセールスを記録している。俳優としては1984年の、ホットショッツが映画デビュー作で、その後も数々の作品に出演している。1990年、第41回 NHK 紅白歌合戦に出場。1992年に、日本国内では、 デビューアルバムとなる、ダンシン・イン・ザ・ムーン・ライトが、東芝 EMI より発売された。また、1996年のフィリピン大使館、主催イベントでのコンサートなど、来日公演を行っている。ありがとうございます。